来月から税込み価格表示が義務化されるのを前に、衣料品のユニクロや GU が、きょう消費税込みの価格に表示を変更しました。こちらのお店では、商品価格の札の入れ替えが急ピッチで進められています。ファーストリテイリングはユニクロと GU で、本体価格と消費税を分けて表示していたのを、 今日税込みの価格表示に変更しました。これまでの税抜き本体価格の表示をそのまま税込み価格にしたため、実質9%値下げです。税込み価格表示への変更は、実際の支払い額が分かりやすくなる一方で割高と感じやすいため、小売や外食各社は一部商品で値下げをするなど、顧客離れにつながらないように工夫を凝らしています。